July 7th. It is the day Japanese people celebrate Tanabata. For this event, they cut bamboo trees. Then, they write down their wishes on cards and decorate them on bamboo leaves. Tanabata is one of the five seasonal festivals to celebrate child growth. Also, the legend of Tanabata is well known among Japanese people. Everyone looks upon the sky to see the Milky Way at night on July 7th. 昔々、神様たちが住んでいる天の国がありました。その神様の一人に織姫という娘がいました。織姫は機織りの名人で、彼女が織る布は五色に輝き、季節が変わると彩りも変わる大変に美しいものでした。織姫は働き者で、朝から晩まで機織りをしていました。年頃の娘にもかかわらず、おしゃれには一つも興味を示しませんでした。天の神様は娘の織姫が心配になりました。そこで、素敵な青年を探して紹介することにしました。天の神様は数ある候補の中から彦星を選びました。彼は働き者で、牛の飼育と畑の管理の達人でした。天の神様が織姫に彦星を合わせました。織姫、彦星を婿にしてはどうかな。お父様、ありがとうございます。織姫と彦星は一目で互いに惹かれ合い、恋に落ちました。二人は出会ってから片時も離れようとしませんでした。毎日デートに忙しく、全く仕事をしなくなりました。織姫が機織りをしなくなったので、神様たちの服はボロボロになってしまいました。彦星の牛は餌をあげないので痩せ細っていき、畑は荒れ放題です。見かねた天の神様は、二人のもとを訪れて言いました。幸せそうで何よりだ。ところで、そろそろ仕事もしてはどうかね。お父様のおっしゃる通りです。明日から再開いたします。私もそうします。ところが、その後も二人はデートばかりで、仕事を再開する様子はありません。
天の神様の堪忍袋の緒が切れました。いい加減にしろ。二人でいることが仕事の邪魔になるなら、お前たちは離れて暮らせ。天の神様は二人を引き離しました。織姫は天の川の西側に、彦星は天の川の東側にそれぞれ住むことになりました。織姫は彦星に会えない寂しさで毎日泣いていました。泣いてばかりで仕事が手につきません。天の神様は提案しました。織姫、きちんと仕事をするなら一年に一度だけ彦星に会ってもいいよ。7月7日にしようか。これでどう？泣くのをやめて仕事するかい？織姫の表情が明るくなりました。彦星に会えるなら私頑張る。それ以来毎年7月7日になると、織姫と彦星は年に一度のデートを楽しんでいます。Here's the key word for today, 堪忍袋. Literally, this letter means to bear. And this letter means to endure. So basically, both means being patient. This letter means a sack. Here, a sack is used as a metaphor to describe a symbol of a big heart to maintain patience. When you try to put enormous amount of patience in a sack that doesn't have enough space to store them all, a string that ties the sack will be eventually broken. In other words, after building up patience for too long, you will end up exploding in anger. Now let's review the phrase of cool Japanese for today. 堪忍袋の緒が切れた。堪忍袋の緒が切れた。